ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X3M コンペティション2019年式15,500キロ、こちらの車両になります。 X3M は一度そうですね、前にご紹介させていただいてるんですけど、はい、もちろん別の個体になりますので、ちょっと改めてになるんですけど、ご紹介させていただきたいと思います、はい、で今回またこれ色がいいじゃないですか。これいいですよね。ドニントングレ ー、はい、結構もう僕も中古車、情報サイト見たんですけど、はい、圧倒的に白と黒なんですね。やっぱりそうなんですよ、うん、で何台かやっぱりこれドニントングレー出てたんですけど、そうですね、この色がちょうどいいなっていう、うん、で赤青ってほとんどいないんですね。ほとんどいないですね。まあ、たまにその濃いめのブルーの車があったりとかはありますけどね、ほぼほぼ白黒です、はい、ちょっと個性があれなんですかね、うん、でまたこのドニントングレーちょっと高級感ありません？そうですね、なんとなくでも高級感ありつつ、古くからこうドイツ車の定番のグレー系というんですかね、そこからも外れてないのでどっちとも見れますよね。スポーティーな感じもあるし高級感もあるし、かなり僕的にはおすすめの色なんじゃないか。いや僕的にもおすすめです、はい、で外装に関してはもう2代目なんでわわわわといくと、やっぱりもう基本通りメッキパーツをなくして、ね、うん、もう黒で引き締まった感じ、はいはい、そして、まあ、バンパーの形状なんかもかなりシュッとしましたよね、うん、だいぶこうなんかこうなんていうんですか、引き締まった感じっていうんですかね、はい、そして最近なんかこれの後期が噂されてますけど、うん、はい、なんかもう大きく変わらず、うん、なんかライトの衣装がちょっと変わった感じぐらいなんですよね、うん、そうですね。だからもうなんか車としても完成されてるのかなっていう。そうだと思います。逆にこれフルモデルするタイミングで多分キドニーのデザインが違ってくるっていう感じですかね、多分おそらく。なるほど、うん、まあ、あとはやっぱりダクト関係がしっかりグロスブラックになってたりとか、はい、この辺もちょっとこう高級感的なものにもつながるのかなっていう、うん、そんな感じの前回り、はい、まあ、あとはもう装備的なものも全部ついてますしね。そうなんですよ、はい、うん、もう BMW ってなんかオプション組み立てていく感じじゃないじゃないですか、はい、特にトップグレードに関しては、はい、もう必要なものをちょこちょこっと選んで完了する感じなんで、うん、まあ、この辺間違いないんじゃないかなと思います、はい、そして横行きましょうか、はい、横が、うん、なんと社会ホイール、あ、いいですね、いいですね、はい、BC フォージドのワンピースが装着されております、うん、はい、これちょっとあれですかね、ボディカラーに合わせてってことですか。そうですね、はい、バランスを考えてちょっとスモークがかった、はい、ブラッシュドの目が透けてる感じのフィニッシュになっております。はい、でこれサイズアップはしてないんですね。してないです。もともと標準の20インチなんで、あ、ごめんなさい、21インチ、21インチです。もともと標準の21インチなんでそのままの大きさですね。なるほど、はい、でタイヤが、まあ、ミシュランのワイルドスポーツ 4S、はい、まあ、この辺もなんか、うん、ちょっと車の性能的な部分を表してるっていう、うん、そんなタイヤが装着されてます。これ標準なんですよ。ですよね、はい、はい、ただこれパイロットこの手の SUV にパイロットスポーツ 4S を持ってくるっていうのが、はい、もうなんかこうファミリーカーにも使えるスポーツカーじゃなくて、うん、もういろんなところで書いてありましたけど、うん、もう SUV の形をしたスポーツカーっていう、うん、そうですね、まあ、BMW だと SUV っていうとちょっと声がありますけど、はい、SAV でしたっけ。 SAV です、はい、うん、ですけどもうそこをちょっと物語ってるなという、はい、こんな感じの足元になってて、うん、キャリパーもこのサイズですよ、はいはい、しっかりフニートンオーバーの車重が受け止められるようなこんな感じになっております。で足回りに関しては一応電子制御のサスペンションになってるんですよね、はい、そうです、はい、で元々もうちょっと低め、はい、こんな感じになっております、はい、であとはこの辺なんかもしっかり専用のパーツがついて、うん、もう僕らの仕事は一切ない感じです。本当ですね。飯村店長は営業妨害って言ってました。ミラーがもうこの形にこのミラーですよ。ね、いいですね。いいですね、これはね。でまたちゃんとこの高さもあるんで、うん、この視認性というか、はい、もうすごくいいんですよね、うん、それはもうさすがに人間工学に基づいてますから。いやいや、そこだと思います。完璧だと思います。でしっかり窓枠なんかも黒くなってたりとか、はい、あと結構 BMW の僕 SUV、SAV 好きなのは、はい、このホイールベースが長いんで前、はい、結構長くないですか。長いですね。だ同じ SAV、SUV で、まあ、SUV で、はい、ちょっとなんか他のメーカーと全体的にシルエットがちょっと違うというか、うん、あ、確かにそうですね、うん、ロングノーズな感じですかね。ですよね、うん、
で正直あの初代 X1 は分かります？分かりますよ。シルエット分かります。ちょっとあれは平べったすぎたかなっていう感じしますけど、はい、そうですね、はい、なんか X3 ぐらいからなんかすごくバランスが良くなって、うん、なんか個性を出しつつ、はい、なんかちょっとこのちゃんとスタイリングが完成してるなっていう感じしますよね、うん、そうですね。であとはルーフレグなんかも全部真っ黒なんですね、はい、そうです。これ後からじゃないですもんね。これは後からじゃないですよね。ですね、はい、やっぱりこの辺なんかも引き締まってると全然印象が違ってくるかな、うん、でしっかりやっぱりこの競り上がった、そうですね、さすがにこの こうじゃないですけど、はいはい、うん、しっかり後ろにこう競り上がったちょっとスポーツテイストのある横のシルエット、はい、うん、そして後ろがあれですかね、ホイールが当然前後サイズ違いなんで、うん、はい、まあ、コンケーブというかこの逆反り具合と、そうですね、太さもワンサイズですかね、うん、はい、ただこれ扁平率変わらないんで同じ40なんで、リアの方がサイズがちょっとでかいんですね。でかいですね。ただ微妙ですよね、フロントが255でリアが265なんですよね。なんですよね。そうで扁平同じ40なんで、はい、うん、なんで本当にわずかに多分リアの方がでかいという、はい、これちょっとじゃあもう機体ホイール入ってますけど、うん、これが例えばノーマルホイールの方で足回りちょっとリメ、うん、あの交換したいなんていう方はちょっとこう悩みどころというか、うん、どっちに持っていくか、あ、それはありますよね。ありますよね、うん、サイズ感、アルミホイールのデザインと、まあ、多少のデザインを変えてあのイメージチェンジするんだったら当然ノーマルのタイヤのサイズで全然いいですけどね。もうちょっとこうビジュアル的に大きく見せたい、かっこよく見せたいとなるとやっぱりインチもアップするべきだし、太さももうちょっと攻めたいですよね、正直言うと、うん、なんでまあ一つのこうスタイリングとして、まあ、参考にでもなるんじゃないでしょうか、はい、そうですね、はい、こんな感じの足元になっております、うん、であとは早速後ろも行っちゃいましょうか、はい、後ろももうこの辺は他モデル共通のというか、そうですね、最近割と特にリアライト周りなんかも統一されてますので、はい、でしっかりエンブレムのしっかりコンペティション、うん、コンペティション100万ぐらい高いんですよね。そうです、100ちょっと高いです。はい、もうすごく贅沢なね。だってコンペティションじゃなくても相当速いですよ。そうですね、相当馬力も出てますし、はい、はい、確かベースといったらおかしいですけど、コンペティションじゃないもので470かな、はい、30馬力、はい、30馬力か、480ぐらい、はい、なんでもとてつもない車なんですけど、さらにその上の上を行くというね、500馬力オーバーですからね。で細かいところを見ていくと結構このウィングというか、はい、このスポイラーがこう、うん、両サイドが競り上がってたりとか、はい、結構いろいろ凝ったデザインになってますよね。バンパーも、うん、こう一段あってここは平らになってたりとか、そうですね、でちょっとここはグロスブラックのパーツがついてて、うん、あとこれ僕気になったんですけど、これマフラー、うん、BM のマフラーですかね、うん、なんかちょっとこう社外なところがちょっと多いで作ってんじゃないかなってちょっと思っちゃいました。あ、そういう意味ですか、はい、はいはいはい、あ、それ可能性ありますね、うん、結構 M3 ちょっと年式は分かんないですけど、うん、あのアクラポが作ってたりとか作ってましたね。ですよね、はい、でちょっとこの太鼓の形とかがあんまりこう、うん、BM 純正でこうなんですか、リブがついてるというかボコボコってなってる。あ、本当だ、ちょっとこれ多分 BM じゃない気がしますね。感じしますよね。感じします。ただいろいろ調べたんですけど、その辺ちょっと資料は出てなかったんで、うん、ちょっと製造がどこの工場なのかメーカーなのかちょっと分かんないですけど、多分マフラーなんかもかなり、うん、これだけ馬力出てますからね、はい、おそらくこだわったものがついてるんじゃないでしょうか、うん、でカッターなんかもしっかりこれ、はい、全部黒い、そうなんですよ、になってるんですね。うん、全然隙がないというか、隙がないですね。本当になんかうちの仕事はない、うん、なんかでも前フロント周りもそうなんですけど、リア周りとかもやっぱりさすが M モデルだけあって、そのリアウィングのルーフスポイラーの形とかもこれですよね。そう、結局こういう形ってまあ、原稿が出ちゃったんであれですけど、1個前の M3CS だったりのちっちゃいカーボントランクスポイラーもうこういう形状じゃないですか。なんかこう通ずるものっていうんですかね、やっぱりさすが M モデルでまとめ上げてるなっていうのは僕これを見て第一印象思いましたね。ツッチもさっき予習してる時言ってましたけど、 M3M4 の共通エンジンであるくせにも、言い方失礼かもしれないですけど、 M3M4 から出す前にこっちから出したっていう、そのメーカーの力の入れようですよね。その辺は
なんか見て取れるかなって僕は思います、うん、でしかもこれがあれなんですね、サーキットでそもそも通用するようにっていう前提で作られてるんですよね。そうなんですよ。だからたまたまちょっとこのスポーツモデル出そっかじゃなくて、はい、もうこれを本気で走らせるっていう前提で、うん、だからもうとんでもない車なんですよね。そうなんですよ、はい、そこはさすが BMW ですよね。譲れないんでしょうね、うん、抜かりないですね。そうです。続いて内装を見てみたいと思います。もう当然全部ついてますから、はい、コンフォートアクセスだったり、そうですね、全部ついてて、はい、内装がまたかっこいいじゃないですか、ね、はい、いいですね。ちょっと覚えられなかったんでカンペ見ていいですか。どうぞ。内装がレザーメリノアルカンターラコンビネーションブラックとミッドランドベージュ、はい、まあ、一応スタンダードというか、そうですね、のタイプですけれども、はい、またこれこの質感がやっぱりメリノになると全然いいというか、全然違いますよ、うん、もちろんそのダコタが悪いわけじゃないですけど、あ、そうですね、もうワンランク上だなっていうのがもう、はい、見ても取れるし、そうですね、触り心地も違うし、全然違います。でまたこの形の車にこのシートですからね僕以前っていうかその前回、はい、見せていただいた時にもうびっくりしたんですよ、うん、これも SUV じゃないなと思って、うん、形こそこう X3 の形してますけど、はい、もう普通に M3 だなと思って。そうですね、そんな感じですよね。本当そうです。もうシートしかり、この内装のデザインしかり、うん、そしてドアから見ていくとしっかりステッチなんかも入ってて、はい、こう外から見た時のこの、わかります、はい、高級感というか、はい、あ、ちゃんとやってんなっていう。そうです。ここちょっとステッチがなかったりとかビニールだったりすると、うん、やっぱりちょっと残念とまでいかないですけど、うん、見た目だいぶ違うじゃないですか。相当変わっちゃいますね。そしてしっかりここもレザーになってて、うん、でここの反転でステッチが入ってると、うん、そうですね。だともう一個僕印象としていいなと思ったのは、まあ、X レーターも共通だと思うんですけど、うん、このドアポケのデカさですよ。そうなんですよ。だ本当にファミリーカーとして普通に使えるという、うん、結構日常使いする車ってドアポケちゃんと使えるかって重要じゃないですか。いや重要ですよ。で意外とドイツ車の一般的なフォードアセダンってドアポケット小さいんですよ、みんな。そうなんですよ、ね、不思議ですけど。だからそこ結構国産車と比べられるところじゃないですか。収納が少ないとか。そうです。でこれだったら普通になんかもうペットボトル置けちゃうし、そうですね、ちょっと服マイクロファイバーとか入れてる方とか多いと思うんですけど、 そう、うん、その辺なんかも十分使えちゃいそうな、はい、そしてちょっと内装に戻りますけど、もうステアリングとかもう まんまじゃないですかまんまね、はいはい、びっくりですよね、はい。でちゃんとこう運転席に向かって全部が傾斜してるデザインがやっぱりちょっとらしいなっていう、うん、はい、ナビしかりで運転席座ると分かるんですけど、ちゃんと運転席側のエアコン、うん、左右がちゃんと自分の方向いてるんですよね、うん、そうですね、まっすぐ後ろじゃなくて。そうなんですよ、はい、でダッシュボードもしっかりこうステッチが入ってて、はい、だ高級感もちゃんと忘れてないというか、うん、体育会系すぎないというかね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。まずこのスカッフプレートが、これは光るタイプではないんですけど一応専用のものが。でまだこれ保護テープ貼ってあるじゃん。そう、まだ貼ってあります。もう全然傷もない良好な状態です。で、はい、マットもちょっとこれ試乗とはいえ乗るのがちょっと申し訳ないぐらい、うん、申し訳ないぐらい綺麗ですね。これ1万5000キロなのにですかね。はい、なのにもうピカピカっていう、はい、こんな感じのマットになる、うん、そしてこっちに行くとペダルが3D の、はい、これあれですかね、標準だとステンのやつがついてないんですか。ついてますよね。ついてないと思います、ね、あ、ついてないですね。確かに、うん、足元がしっかり豪華に、はい、ここ重要っすよね。いや重要です。このほうが、まあ、特に 3D デザインのものはもはや定番ですね。確かに、はい、日本発信のチューナーですから、はい、もう取り付けも、うん、もうデザインも完璧です。間違いないです、はい、そしてシートに座った感じはもう普通に高級車です。そうですね、特にさっき、言った通り、はい、このレザーの質がめっちゃいいんですよ。めっちゃいいですね。でこの内側がアルカンターラですね、うん、そう、アルカンターラです。でこの座面がパンチング、うん、はい、でこの座面は割と柔らかいんですよ。そうですね。で膝の裏はちょっとこう反発というか硬めの。そうですね。でサイドもちょっと硬めの。硬めですね。だしっかり体がホールドされる感じ、うん、はい、で背中もちょうどそんな感じですよね、うん、そう、少し押されてる感はありますけど、うん、でまた細かく調整できるという、はい、本当に車外セミバケぐらいガチガチにできちゃいますよね。ですね。なんか僕今すっごい触ってるんですけど、はい、これ多分相当レザーのあの独特の音出るじゃないですか、きしみ音みたいな、はいはい、ギュッギュッっていう、うん、はい、それを出ないように作ってますね。これ当たるところがあるから、そう、あとこっちも、ああ、
当だ、うん、ちゃんとこの一番出っ張ってるところはファブリックになってる、ね、ファブリックにしてるんですよわざと。確かにこれだって面倒くさいですからね、異素材でこう組み合わせるんで、はい、まあ、抜かりはないって感じですね。さすがで調整はもうここの締め上げから背中の、うん、押し出しから、はいはい、全部電動で調整が、うん、ヘッドレストの高さ調整まで、はい、ちょっとこの形なんでヘッドレストの高さ調整どうなるかなと思ったらこの手前だけが持ち上がるんですね。可愛くないですかこれ、はい、しかもこのイルミネーション付きという M ロゴの、これちょっと撮影で今ライト焚いちゃってるんで見えにくいですけど、はい、そうですね、これめっちゃ明るいですね。うん、明るいですね。本当にちょっと暗かったらかなり目立つぐらい、うん、はい、こんなヘッドレストも付いてて、ただ1点だけ僕ちょっとああと思ったのは、うん、ヘッドレストちょっと硬すぎません？そう思います。手前に出てて硬いんですよね。ですね。で前後する機構もないじゃないですか、うんうん、もうちょっとこう、うん、これなんですかね、なんでこうなってるんだろう。なんとも言えないなんとも言えないですね。ただドライバーってあんまりこうヘッドレストに頭つけて運転とかって、はい、まあ、長距離ドライブだったらあるかもしれないですけど、はい、あんまり多分ここは改めてこう後頭部で触るとちょっと硬いかなって、うん、そんな感じがしました。確かに。だとシートでどんだけ話を広げんだって話なんですけど、はい、ちょっと勉強してきた話をしていいですか。どうぞ。今レザーってあのドイツ、南ドイツがレザーのその有名な産地らしいですよ、うん、へえ。栃木じゃないですか。栃木じゃないですなるほど、はいはい、でもイタリアとかってイメージもあるじゃないですか。ありますね、イタリアンレザー、うん、なんですけど今車に使われているレザーってその南ドイツの方が結構有名だっていう、うんうん、詳しくは公表されてなかったり解説されてなかったりするらしいんですけど、うん、ロールスとかのレザーとかも最近は南ドイツの方が使われてるらしいです。っていうのはなんかすごく環境がいいらしいですよ。あ、そうなんですか。はい、まあ、基本的に気温が低いんで、うん、まあ、その虫刺されとかがなかったりとか、うん、 はい、あとはなんかすごくその管理されてる牧場というか、うんうんうん、レザーに使うんで、うん、結局その狭いところに牛を何頭も入れると傷ついちゃったりとかするんで、うん、こう広く飼う。なるほど。でなおかつなんか土壌も汚染されてないかとかめちゃくちゃ厳しい基準があって、はい、でこう洗練された比較をその取ってやるらしいですよ、はい、勉強になります、はい、でそういう面白いブログを書いてる記事があって、はい、めっちゃ読んじゃいました。あ、そうですか、はい。だ結構その、まあ、BM だけじゃなくてメルセデスのレザーとかも、うん、その高級なものっていうのはちゃんとその管理された牧場からその取った、はい、南ドイツ産のが多いらしいです。なんかあの話それますけど一時期、はい、レクサスとかメルセデスとか BM とかベントレーもそうですけどレザーが足りないって言って大騒ぎした時ありましたけど、もう10年以上前でしたけどね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからレクサスも LS600 なのに、はい、あのレスオプションみたいにダッシュパネルがレザーレスみたいな、はい、そんなオプションもあったんですよ。そこまで結構足りなかったっ。あ、そうなんですか。そうっていう時期もありましたからね。結構今でもその環境負荷の問題だったりとか動物愛護の観点からいろいろこう、うんうん、そうだよね、なめすのにそう有害な物質使わないようにしたりとか、その動物愛護の観点からレザーフリーのになってったりとか、うん、まあいろいろありますけども、はい、まだまだこういいものとして、うん、はい、扱える今いい時期なんじゃないかなっていう。なるほど。そして、はい、ちょっと話がだいぶそれちゃいましたけど、はい、運転席から眺めはこんな感じで、もう安定のステアリング、うん、で BMW ですからこっちに ACC の、はいはい、がついてると。でメルセデスだと S クラスが後期からここに移って、はいはい、ちょっとあの、ね、いろいろ物議を醸してありましたけどBM の場合最初からこっちなんで、ワーゲンなんかも最初からですよね、はい、そうですね、はい、だから慣れると結構もう手離さなくていいんで、うん、こうしなくていいんで、うん、ここだけで全部できちゃうという、はい、だ僕割とこっち派なんですよね。あ、ここで完結すると割と楽だなっていう、はいはい、そして相変わらず太い、うん、ただレザーここもいいんですよ、ね、めっちゃ触り心地いいです、うん、そしてメーターはデジタルの専用メーターになっております。あれ、あ、大丈夫ですね。うん、ちょっとかけちゃいましょうか。はい、こんな感じで、うん、だって330キロですよ、ねえ、まあ、リミッターの関係で250キロしか出ないですけど、はいはい、ドライバーズパッケージ入れて270でしたっけ。そうですね。ですけどこの330だからもうここ、この絵だけで、うん、こう車種何ですかって言ったら分かんないですよ。いや分かんないですね。まさかこのシルエットの車だとは思いつかないですよ、はい、こんな感じになっております。で BM ですからもうちょっとこういろいろ表示できるというよりかは、うん、もう定番の感じ、はい、
そしてあとは あともう一個思ったんですけど、うん、このステアリングだけは手動なんですね、うん、はい、はい、ここは電動じゃないですね、うん、なるほど。そしてあとこっちナビ周りに関してはこの辺はもう説明不要かと思います、はい、そうですね、はい、まあ、BM ですからもう一通り一緒ですし、はいはい、メディア関係も、はい、全部テレビから DVD が入るんですよね。DVD 入ります。DVD、はい、で Bluetooth もついてて、うん、はい、あとミラーリング、はいはい、USB 全部ついております、うん、はい、であとは車両設定なんかでもいろいろ細かくできたりとか、うん、M のボタンの、はいはい、セットアップですね、はい、うん、こんなのも全部できちゃう。だからここ設定しておくとこっちのステアリングの M1、はい、M2 が、うん、はい、呼び出せると。はい、はい、あ、であと、うん、僕これ知らなかったんですけど、ヘッドアップディスプレイのこの表示、うんうん、これが切り替えられるんですね、はい、はい、知らなかったんですか。便利にするかちょっとカッコつける方か、うん、はい、知らなかったです。嘘です。こっちだけだと思ってました、はい、あ、そうですか、はいはい、これいいっすね。これいいっすね。でも回転と、はい、だからギアと車速だけなんで、はい、本当に飛ばすときは集中できるという、うん、そうです。そしてもう他のモデルにも共通ですけど、車両設定で、うん、アンビエントのはい、ライトの設定だったりとか、うん、いろいろできちゃうと、はい、あとエクステリアンライトここ、うん、あともう一個僕ちょっとできたらいいなと思ったのは、はい、リアのトランク、これからちょっと見ますけど、うん、トランクの足で入れて開くやつとか、うん、リモコンで開くやつがロックできたらいいなと思ったんですよ、うん、パワーテールゲートで最近のやつ結構自動で開くじゃないですか、うん、あれの事故多くありません？どういうこと？機械式に入れて勝手に開いちゃったとか。あ、そうなんですか。あるんですよ。でトランクメキメキメキってなっちゃった。なんで勝手に開いちゃうの？いや多分その積載車とかでもそうじゃないですか。あ、下に近くにいる時にそのバンパー下のものに反応してテールゲートが反応しちゃったりとか、はい、はいはい、動いちゃうからね。そうそうそう。でリモコンも結構遠くから動くから、うん、リモコンで知らない間に押しちゃったとか。あ、だからファーテールゲートの車はもう使わない人はこれその外のスイッチだけにしてできる設定があったらいいなっていうのを思っちゃいました、うん、はい、っていう僕のあとはまあ細かい安全装備の設定だったりとか、はい、で安全装備ももうフルでついてるんですよね、うん、そうです。で、はい、インテリジェントセーフティーか、はい、そうです、はい、自動ブレーキだったりとかステアリングサポートだったりとか、はい、側面ショット全部この辺もフルでついてるんで、はい、まあ今の車で来れないのかっていうのはほぼないと、はいはい、こんな感じのナビ周りになっております、うん、あとはステアリングじゃん、あとはスタートボタンがしっかり赤くなってたりとか、はいはい、この辺も全部一緒ですもんね。一緒です。でショートカットもしっかり、はい、こんな感じで使えます。はい、であとは、うん、置くだけ充電もついてるんですよ、はい、最高じゃないですか、はい、なんでそんなところで感動してるんですか。いやいや置くだけ充電いいですよ、うん、いやいやいや車外のもありますけど、うん、やっぱり純正でついてるってよくないですか、うん、まあそうだけど、はい、刺すのめんどくさいじゃないですか。そうだよね。充電速度遅いって言われても、うんうんうん、僕は置くだけ充電がいいんです、はい、いいですね。そしてカップホルダーとシフトと、うん、でシフトも BMW ですから、はい、これが使えるやつになっております、うんはい、あとそれぞれのモード切り替えと、うんはい、あとカメラ関係、カメラちょっと見てみましょうか、はい、うん、かけちゃっていいですか、うん、でカメラはこんな感じで、はいはい、360度、はいはい、あとはそれぞれ切り替えるもついております、はい、こんな感じですね。であとこれあれなんですよね、角度なんかも、あ、これじゃないか、これか、うん、はい、これ完璧ですよ、うん、うちのかみさんもぶつけないですよこれな本当ですか。しっかり、はい、いやだから本当にファミリーカーで使えるですよ本当に。いや使えますよね、はい、装備はもう完璧なんで。完璧ですよ、はい、そして、うん、ファミレストの中はこんな感じで割と容量があって、はい、USB ですかね、USB、はい、がついております、うん、であとは僕の好きなこの小物入れもしっかり生き残っております、はいうんはい、だと内装に行くと、うん、当然 M モデルですから、はい、フィラーだったりは黒のファブリックアンセラーサイトになってて、うん、バイザーもしっかり黒いものになっております、はいはい、
だと今回の車はレーダー探知機、ユピテルですかね。そうです、はい、だとはこれ純正ですよね。純正オプションですね。ディーラーオプションのドライブレコーダーもしっかりついてると、はい、はい、で、まあ、サンルーフは今回の車ないんですけれども、うん、まあ、この車格にしてはかなり中広いんで、そうですね、はい、開放感は申し分ないんじゃないかなと思います、うん、あとヘッドアップディスプレイはこんな感じでついております、はい、じゃあ続いてイヤモンを見てみたいと思います。っていうかこのドアの締まりがめっちゃいいっすよね。そうだってこれ、うん、ネットの記事で、はい、金庫みたいって書いてる。あ、書いてありました、はい、うん、確かにちょっと金庫ぐらいこう歪みがないというか、はい、重みがあってドスンって締まる。確かにそうですね。そしてリアは広い。広いですね。さすがっすね。なんかもう、うん、うまく作ってあるというか、めっちゃ締まりいいっすよね。いや締まりいいっすね。確認したくなっちゃいますよ、うん、はい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。はい、乗りましょう。よいしょ。結構高さあるんですけど、はい、ここが低いんですよ。低いんですよ。ですよね、うん、もっとこうこっちが低くてもあれかなと思ったんですけど、うん、だからそんなに乗り込みづらくない、はい、そしてドアが、うん、なんでしょう、ここがあれえぐってあるからですかね。足がちゃんとこう、そう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 、あのぶつから感じがしないですよね。そう、もう結構ここ出っ張ってるやつとか、うん、もう靴の跡とか、そうなんですよ、つくじゃないですか、低くなっちゃうんで。なりますよね、はい、結構ここの足の出し入れが割とすんなりいけちゃうと、うん、でリアはこの広さですよ、はいはい、もう僕の短い足セッティングですけど。そうですね、はい、残念ながら余裕で拳1個分以上。そして身長僕175ですけど、はい、もう全然15センチぐらいあります。上、あ、全然ありますね。15センチえぐってあるわけじゃなくて、うん、そのままこう後ろに下がってってるのにこんなにあるという、うん、そう、うん、そしてリアの装備に関しては、うん、エアコンが一応3ゾーン、はい、でさっきちょっと前で触れるの忘れちゃったんですけど、うん、これシートヒーターもベンチレーションも両方ついてるじゃないですか。そうで、リアもしっかりシートヒーターがついてる、うん、こんなに快適でいいんですか。いいです。まあ、価格が価格ですから。そうですね、はいはい、であとはしっかりシガソケットもついてると、うん、これちょっと USB がちょっと欲しかったですね。本当欲しかったよね、はい、後ろにも、はい、こんな感じ、うん、で後ろが本当にとにかく快適なんですよ。いやもう本当快適、広いし、なんだろうね、開放感、うん、でここちゃんと足元がこう、そう入りますから、入ります、はい、これ嬉しいです。でさらに今回の車はこのリアシートがリクライニングするように、素晴らしい、プチオプションですけど、プチオプションですけど、はい、なんかこれ全然違うんですよ。違いますよね、この僕、うん、これだけでこのわずか、そう5度ぐらいですか。2段階3段階だっけ、2段階3段階か、2段階かもしれない、あ、2段階です、わずかこの角度ですけど、3段階、3段階です、うん、そうなの、全然違うんですよ。全然楽です、うん、すごくいいです。これちょっとだらしなく乗れますよね。そうですね、はい、でリアもこのレザーの質感もいいし、うんうんうん、ちょっとでも硬めかなっていう。そうですね、リアもちょっと柔らかく、柔らかい方がいいです、が良かったかなっていう気がします、はい、ただこの角度のおかげでだいぶゆったり乗れるという。ただ、うん、このヘッドレスの硬さがリアの方が感じてしまうんですよ、うん、本当ですか、はい、僕前の方が硬い感じがしたけど、なんだろう、僕の後頭部の作りの形が悪いんですかね。あ、それはありますね。もうちょっと後頭部をこ奥に行きたいんですけど。あ、そうですね、はい、ちょっと手前に出てるのと硬さがあるんで、はいはい、そして、うん、ここ倒すと、うん、はい、この辺は、うん、まあ、BM 共通のドリンクホルダー付きの、うん、はい、だからドリンクホルダーがこんだけ傾いちゃうぐらいリクライニングしてる、うん、そうなんですよ、うん、はい、こんな感じになっております、はい、あとはそうだ、もう前で触れるの忘れまくりですね。一応ハーマンカードンがついてるんで、はい、リアにも、そう、はい、これツイッターかな、はい、うん、ついております、はい、あとスコーカーか、うん、システム的には 600W12 スピーカー、はいはい、音も結構いいんじゃないでしょうか。十分ですね、はい、こんな感じに、はい、そしてリア、うん、そうっすよ、リアもそうなの、このデカさですよ、うん、ね、リア結構ドリンクホルダーないとかって結構、はい、始まるじゃないですか、うん、しっかりこの、はい、500どころじゃなくて、はい、あの900のペットとか入りそうな、いきそうだねこれね、うん、しっかり容量もあると、はい、だから本当に、ちょっと国産車とそこ比較するのが正しいか正しくないか分からないですけど、はい、ちょっと収納面では負けてないですよね。負けてないと思いますね、はい、うん、十分使える内容になっております、はい、続いてトランクを見てみたいと思います。さっき言ったのがこの足で入れるやつですね、はい、
でもちろんこの高さの設定はできるんですけど、はい、開いちゃうじゃないですか。そうなんですよね。ここがちょっとこう、あ、確かにね、まあ、使用用途によってはちょっとこう危ないまではいかないですけど、ちょっと注意が必要かなっていう、はい、でまたこのリモコンでもそれができちゃうじゃないですか、うん、そうですね、はい、開け閉め、はい、でも便利でもあるんですけど、うん、まあ、ちょっとその駐車環境によっては気をつけていただいた方がいいんじゃないかなっていうポイントでございます、うん、はい、そしてトランクもこの広さですよ。広いよね。うちだったらキャンプ行けます、うん、そうだね、うちの装備的にはキャンプ行けます、うん、はい、でもトランク容量が足りなくてもジェットバッグとか積んでしまえば、そうなんですよ、相当稼げる。今のでかいからジェットバッグ、はい、そうなんです、うん、ね、でこの車だったらいろいろできるじゃないですか、そうやったりとか、はい、そうですね、はい、後ろじゃない、上にそのジェットバッグとかキャリア乗せてもいいし、ヒッチメンバーつけてもいいし、うん、はい、はい、うん、そしてしっかりこのカバーもついてて、うん、はい、そしてこの動かせる、はいはい、これもついてて、うん、そしてこの下が、はい、ちょっとですけど、うん、はい、スペースがあって工具と、はい、あと表示板ですかね。そうですね。あとこの柳瀬の困った時キットが、はい、困った時キット、はい、しっかりついてると、うん、これな中はいいですかね、見ときます、一応見ておきましょうか、はい、結構大きいの入りますよね、それ考えたら。そうですね、はい、これあれですか、ね、うん、紐で、ここでしょ、はい、でこの柳瀬の困った時キットは、うん、はい、これが、はいはい、ブースターと、うん、はい、これなんですか、タイヤの空気入れ る、 あ、なるほど、はい、コンプレッサーですね。この辺なんかも、はい、北海道ですよね、はいはい、そうですそうです、カイロ、もう至れり尽くせりじゃないですか、はいはい、まあ、使わないに越したことはないですけど、もちろんそうですけどね、はい、積んでると安心、こんなキットもおまけでついてきてます、はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います。このボンネットが一番の肝と言っても過言でない、うん、はい、エンジンが S55 の進化版、はい、S58 になるんですかね、 58? あれ S58 だっけな、ちょっとごめんなさい、58だっけ、 S58 です、あ、58になるんですね、はい、すいません、予習がちょっといや僕も甘、はい、かったです、はい、S55 から進化した S58 エンジン、これが現行の、M3、M4、はい、に搭載されてる、そうなんですよ、先ね、まあ、セッティング、まあ、細かいところ行くと多分全く同じっていうわけではないと思うんですけど、そうですね、まあ、基本なところが一緒っていう、はい、だからここからスタートっていうのもまたすごい話ですよね、すごい話なんですよ、うん、割とチャレンジングだなという、うん、そして馬力が怒涛の510馬力ですよ、いりますかって言いたくなるぐらいな感じですけど乗ってみると、まあ後で乗ってみると分かりますけど納得できるんですよね、不思議です、もうだから本当にスポーツカーですよ、そうですね、で補強もえぐいことになってますよ、だって本当です、はいはい、アルミのタワーバーが入ってて、そうです、こっちのシールの補強も入ってて、うん、でちゃんと軽さも、まあ、これ X3M に限らずだと思うんですけど、はい、アルミのフードですし、うん、フェンダーもこれプラスチックなんですね、そうです、やっぱりこの辺も例に漏れず、うん、しっかり軽く作ってある、はい、であとエンジンのなんかヘッドがこれ 3D プリンターかなんかでコアを作ってるらしいですよ、へ、僕があの予習したところによると、なるほど、でその 3D プリンターだと結局その鋳物みたいな感じで作るわけじゃなく、こう積層して作っていくんで、はい、複雑な形状がコアで作れるっていうメリットがあるらしいです、うん、なるほど、はい、へえ、ものすごいエンジンに手がかかってるという、で単造強化ピストンとあとエンジン の、 そのシリンダーも、うん、メルセデスというところのナノスライドってその多分 WPC 加工の親戚みたいなやつだと思うんですけど、はい、僕ちょっと詳しくないんで分かんないですけど、なんかそれもあの溶車とかって言ってこう、うん、なんだっけな、カーボンスチールか、はい、カーボンスチールかなんかをこう、うん、溶車ってその火花みたいなバババババッと飛ばしてこう表面を加工するやつで作ってるらしいです、はい、で結局今そのシリンダーがそのアルミのブロックなんで、はい、その強度を出さないとそのまま使えないじゃないですか、そうですね、だからそれスリーブ打ち込んだりとか、はい、特殊なコーティングしたりするんですけど、うん、このエンジンの場合はその特殊なコーティングでその耐久性を出す、最近そういう風に加工していくのがだんだん増えてきてます、ね、みたいですね、結局その表面加工の技術がすごく進んでって、うん、まあ、そのスリーブ入れなくても耐久性だったりとかが得られる、そうだね、あとフリクションのことをいろいろ抵抗を、ね、考えたりとかいろいろあるんでしょうけど、
結局そのなんかものすごいそのミクロ単位 の, その細かいその凸凹ができるんで、うん、そこにオイルがちゃんとしっかり定着して潤滑がキープされるようになってるらしいですよ、はい、なるほどね素晴らしい。で最近だと結構そのエンジンなんかもオープンデッキっ て, ってその、うん、はい、ヘッドのところ空いてるブロック使ったりしますけど、そうです、ね、しっかりこの510馬力も出てますし、うん、はい、エンジン屋の BMW ですから、はい、クローズドデッキらしいですよ。なるほど、はい、抜かりないですね。抜かりないです。素晴らしいですね。だからもうそういうのをいろいろ見ていくと、はい、なんかちょっと細かい技術の積み重ねで、うん、なんか無理やり作った510馬力じゃなくて、あ、ちゃんと許容範囲というか、はい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 、使える510馬力で作ってるんだなっていう、あ、っていうのを感じました僕は。なるほど。だってこのパイプの径とかえぐいですよね。えぐいね。これあの二の腕だったらやばい人ですよ。やばいね。そのぐらい。だってこれ本当だよ。こっちも、うん、だってこのパイプ径だけで、じゃあこのエンジン何リッターですかって聞いたら、多分知ってなかったら答えられないと思います。そうですね。まさか3リッターターボの径じゃないですよね、うん、全然違いますね。こっちも、うん、えぐいぐらいぶっといのが、うん、はあ、で結構このカバーにこう目が行くんでエンジンの搭載位置高いのかなと思いきや、いや、ヘッドがだってこの高さですか。全然これだってあれですもんね、あのあれエアクリのボックス。これエアクリのボックスなんですか。じゃないですか。これ違います。わかんないですよね。だから脱着できないんじゃないですか。インタークーラーこの下の横長のやつですよね、うん、これがそうだな、そうだな、そうですね、ね、へえ、すごいなこれ。さすがなんですよやっぱり、うん、まああの重量配分重量配分ってずっと言ってるメーカーですから。確かにその辺は手抜きないですね、はい、うん、であとはミッション組み合わせてあるのが、うん、ハソクオートマン、はい、そうです、 M のドライブロジック、そうです、はい、でこれが、0-100 とかにはできない基本四駆キープのシステムなんですよね。後輪寄りにはできるんですけど、はい、はい、0-100 にはできないです、はい、基本はね。フロントゼロにはできないという、うん、ただもう馬力が出すぎてて、うん、まあ、その僕が見たその記事によるとケツが出るぐらいの勢いの走りをするという、はい、はい、そうですね、うん、この形の車がケツ振りながら走ってたらやばいですよ、うん、はい。いかにちょっとこうふざけた車かが、いや本当ですよ、はい、乗ると、ああ、そう、全てが納得できます。なるほど、そんな車になっているようです。続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。というわけで今回は BMW X3M コンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。